ヒルダウ。2022年度井上争奪第40回相模原少年野球夏季大会は5月27日昭和橋グラウンドで4試合行われました。昭和橋 B グラウンドは2回戦、橋本一丁緑野球部と緑ヶ丘スターズが対戦。1回戦を共に打ち勝って勝ち抜いた両チーム、2回戦ではどんな試合になるのか。この試合のハイライトをお届けします。まずは1回の表、橋本一丁目緑野球部の攻撃。ワンアウト2塁、この送りバントの間に二塁ランナーがホームを踏み先制。橋本一丁目緑野球部1点をリードします。緑ヶ丘スターズの反撃はその裏から。ワンアウトランナーなしからツーベース。このランナーが三塁まで進みます。これで緑ヶ丘スターズ同点。なおもツーアウト三塁、相手のバッテリーエラーで緑ヶ丘スターズ1点をリードします。3回の裏、緑ヶ丘スターズの攻撃、2点を追加しなおも満塁。ここは橋本一丁緑野球部踏ん張ります。橋本一丁緑野球部の反撃は5回の表、変わったばかりのピッチャーを攻め、ノーアウト一塁から、このヒットでノーアウト二塁三塁となります。この後ワンアウト三塁となって、レフト前へのタイムリー。橋本一丁緑野球部1点を返します。その裏、5回の裏の緑ヶ丘スターズの攻撃。緑ヶ丘スターズ、この回3点を入れ8対2とします。足元1丁目緑野球、緑ヶ丘スターズ、相模原少年野球緑対決を制したのは、南区長杯準優勝、春大会3位の緑ヶ丘スターズ3回戦進出です。
ヒルダウ。